高杉昭中太は、江戸時代末期の武士。価格は、大久美氏。伊名は春樹。高杉新作の父である。幕末の武官では、萩藩川用人の乱に、高杉昭中太とある。文化十一年十月十三日、長州藩士で二百国取りの高杉春豊の、次男として、萩で生まれる。次男だったため、初め長州藩士、武藤又左衛門。 1> 第1組、280国の養子となり、八代製法と名乗るが、兄が死去し、実家の啓子が耐えたために急姓に服して、家督を継いだ。天保5年、17歳で、藩主、毛利一氏元の古将として初出仕。天保7年に毛利成長が、藩主になると金字となり、天保8年に毛利高近が、藩主になると、コナンド役に任じられた。嘉永4年には、 高地下の養子、毛利玄徳の奥番頭に任じられる。文久2年には上落し、自家めつけ、学習官御用係に任じられて、長州藩と、朝廷、幕府の交渉役を務めるなど、養殖を歴任した。文久3年1月に帰国すると9月には、直目けを辞職し、この新作に家徳を譲っている。元年8月に第一次長州が始まると、 その余波を受けて、失脚を余儀なくされた。維新後に丹治と改名。慶応2年に、直目付けとして復帰し、明治2年6月には、大観察となって、反省を掌握した。明治3年には、県大三次となり、初代の脱退騒動を、木戸高吉らと共に鎮圧する。 明治四年七月の廃藩地検で政界から退院し、以後は主家である毛利氏の歴史編纂事業に携わり、藩から県への橋渡しに努めた。小中多はただ一人の男子で大切な後取りであった。新作が吉田昌陰らと過激な行動を共にしないよう、たびたび息子を戒めていたが、新作が藩の内戦を起こすに至り、高杉家の取り潰しを避けるため、 慶応元年1月21日、村上津介の三男、半七郎を養子に迎え高杉春樹とし、竹に嫁いでいた末娘の光を離縁させ、春樹と結婚させた。新作は事実上の敗着となって、谷氏という文家を起こし、高杉家の家徳は、明治9年6月、春樹に譲られた。新作の唯一の維持、梅野心の教育に熱心で、明治10年、 一家で東京に移り住む。明治24年1月13日、東京で死去。去年78、明治44年に生御用追贈された。ありがとうございます。